今回なんですけど、皆さんに重大発表があります。今就活に困ってるっていう DM がめちゃくちゃ来るんですよ。で、まあ何が悩みかっていうと、まあ、僕も就活したことないから全く分かんないんですけど、いい大学に行って、そしてなんかこう企業の面接をたくさん受けて、そして採用されましたと。で、給料いくらか知ってます？皆さん20万とか、もうそういう世界らしいんですよ。僕は本当自分からしたら全く信じられなくて、まあ、それが現実かもしれないんで、まあ、そういう方には本当ごめんなさいって感じなんですけど、それが現実らしいです。で、一方で、まあ、最近ね、まあ、ヘズマ君が企業から100万円もらって就職してましたみたいなニュースになってましたけど、そういう迷惑をしてそれでも有名になったやつが、今まで頑張ってコツコツやってきた人たちよりもお金持ちになる、まあ、少なくとも収入はね多くなっちゃうんですよ。それって本当社会として良くないなと思ってて、でヘズマみたいなやつを真似していわゆるこう迷惑行為をするやつって今増えてるじゃないですか。スシローの件もそうだし、そういうことをして最初は叩かれるかもしれないけど、後で反省したふりをして知名度を上げて、その知名度をマネタイズするお金に変える、そういうのが今めちゃくちゃ流行ってるんですよ。でこれってなんかすごく良くないなと思ってます。これに関して僕の意見を言うと、正直普通に学生生活を送って普通の会社に勤めるって成功する確率がある、僕は正直申し訳ないけど乏しいと思うんですよ。まあ、なんでかっていうと、これみんなやってるじゃないですか。もうみんながみんなその道を行ってそこで競争してるんですよね。いわゆるこう超レッドオーシャンの中で一生懸命みんなもがいてるような状況なんですよ。で、僕はね高校生の時起業して、まあ、みんなと違う道に行って今こうなってるんで、すごく違和感があるんですよ。で、今何がじゃあ求められてるかっていうと、個人の力なんですよね。もうこれも散々言われ続けてきましたけど、まあ、最近就活の面接とかで Twitter のフォロワー数とか Instagram のフォロワー数聞いたりとか、それによって採用条件が良くなったりするのは事実あるんですよ。で、そういう力を手に入れたいから間違った迷惑行為をする、そういう社会問題がある一方で、自分の能力を生かしたい、そう思ってる学生たちにスポットを当てる人がいないんですよね。それがまた問題だと思ってて、例えば格闘技だったら、じゃあブレイキングダウンに出てめちゃくちゃ不良だったけどもスターになりました、そういうケースってあるじゃないですか。で、まあ下克上とかもいわゆるこうクズの人にスポットを当てて、でもその人がなんか人気になってたりするじゃないですか。そういうのっていくらでもあるんですけど、まあ、企業に特化した、そして学生にスポットを当てた、そういう企画ってないんですよね。なので起業家である僕がそういうプロジェクトを今回立ち上げようかなと思いました。普通は大学に行って一生懸命勉強して企業面接に行く、まあ、これがねオートソックスな道なんですけども、今の時代って個人の影響力がすごく重要な時代なんで、どんな大学に行ってても個人の影響力が強ければ結構ね企業って取りたいんですよ。なんでかっていうと、そこからだって拡散されたりとか話題になったりとか、いわゆるこう広告効果 PR っていう意味でも企業は求めてるんじゃないかなと思ってます。ただ、ちょっと繰り返しになるんですが、そういう人たちにスポットを当てる企画がないんで、僕がそういうフィールドを作ります。そしてこの、ね、企画だけで世の中が変わるとは思ってないんですけど、こういう考え方があるよっていうことをこの番組を通して皆さんに、そして企業採用者に伝えることで、新しい視点を持ってほしいんですよね。そして今まで日が当たらなかった学生たちに、能力はあるんだけども全く芽が出なかった方たちに光を浴びせたいなと思ってます。ただ、僕はね正直新卒採用って今まであんまりやってこなかったんですよ。どっちかというと中途採用で高年収の方をヘッドハンティングするってことをやってきました。だからそこに対してそんなに知見がないんで、今回は、まあ大型企画ということで、それ専門の今までその新卒採用だったり採用をずっとやってきた会社の方と一緒に手を組んでこの企画をやって、世の中に少し刺激を与えよう、世の中を少し変えていこうということで、話がまとまったんで、ちょっと今からお呼びしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。はい、株式会社リアステージで執行役員をしている辻と申します。よろしくお願いします。なんか今ちょっとまあ世間でも騒がれてますけど、この新卒採用、まあ、いわゆるこう採用に関してすごく問題があるって、すごい問題なのか分かんないですけど、はい、なんかいろいろ声が上がってるんですけど、どういうふうな問題があるんですか実際。例えば今の大学生って2人に1人が要は借金をして大学に行ってるんですよ、うん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 、で借金をして大学に行ったにもかかわらず、うん、7割の人しか就職できずに、うん、3割の人は就職できないままフリーターになったりとか、第二新卒枠で就職したりとか、うん、もうそういった問題がめちゃめちゃあります、うん、あとは例えば起業したいっていうと、うん、今落ちるんですよほとんどの会社。本当はこんなことしたいけど、まあね、まあ、実際だって会社からすると将来起業するやつ入れても意味ないんで、採用コストかけて取りたくないですからね。そうなんですよ、うん、なんで自分のこんなことしたいみたいな思いを言えずに何かを偽って就活してる人が多いっていうのも事実ですね、うん、でもぶっちゃけそういう問題ってもうずっと言われてたと思うんですよ。そうです、ね、新卒採用が問題だなんだってずっとこうこの就活市場っていうのは僕からすると文句を言い続け
けてきてると思うんですよ、うん、で何も変わってないじゃないですか。それじゃ意味がないんですよ。そうですね、だから今回は新しい採用の概念を作りましょうよっていうことで今こう来てもらってるんですけど、うん、そもそもなんかが一生懸命勉強して学校行って採用するっていうのはもうみんなやってるんで、はい、そこの概念をぶっ壊さないといけないと思うんですよ、うん、でも正直企業からすると選びにくいんですよね。僕も採用とかね前やってましたけど、うん、まあ、みんな頭のいい大学に行ってて頭のいいことを言うのがもう当たり前だから、うん、本当にじゃあこの人できるのかなとか人間性がいいのかなとか分かんないんですよ。分かんないですね今の就活。だから結構やめたきません、ミスマッチというか。ほとんどやめますね。ほとんどやめるんですか。はい、だってもう10分の3、うん、4割ぐらいやめちゃうんで。それってすごく不幸ですよね、学生にとっても、うん、企業にとっても、企業にとっても双方にとって。僕からするとやめるやつなんて雇いたくないんで、多分ここって利益相反するわけですよ。そうですね、うん、だから一番いいのは企業も学生もやっぱり気持ちをぶつけ合うことだと思ってて、うん、やっぱそういうのがもう 今の時代足りないと思うんですよ、うん、ないですね、うん、オンラインで面接とかもしたんで。そう、はい、だからやっぱここが原点に戻って、うん、その人のやる気だったりとか、うん、キャラクターでいくらでも化けると思うんで、うん、そういうところにフューチャーした採用の形っていうのを作れば、うん、ちょっと変わってくんじゃないかなと思うんですよね。変わると思います、うん、はい、こういうのできる企業さんとかほとんどないんで、うんうんうん、逆に今回美咲さんの影響力を使って、うん、新しいそういう場作って、うん、今までフォーカス当たらなかった子たちがこの番組でフォーカス当たる、うん、そういう世界観が作れたらすごい素敵ですね、うん、とにかく今までにない新しい就活の形を世間にぶつける気持ちで、はい、これちょっとやっていこうかなと思うんですけど、ぜひ。逆にどういう、まあ、こうメリットというか、うん、条件があったら集まるんですかね。まず年収だと思います、うん、やっぱり今ほとんどの子は大体基本給22万なんで、うん、オファーをもらえた方は年収500万となるだけでも、うん、だいぶメリットはあるんじゃないかと思いますね、うんうんうん、でもやっぱりインパクト大事だと思うんですよ。そうですね。でやっぱこう、うん、世間のこう就活っていう固定概念、うん、既存の概念をぶち壊したいわけなんで、はい、500万とかだと正直なんかそんなにじゃ魅力的かなと思っちゃうと思うんですよね。まあ確かにそうですね、うん、ちょっとそれだと美味しくないですよね、魅力がないっていうか。正直、いやでも500万って結構ですよ、新卒の500万って。いやでも僕はそれじゃあ、うん、すげえなとはなんないです正直。あ、まあ、別にまあよく、うん、まあ、あるっちゃありそうじゃないですか。ほとんど200万とか300万でしか採用されないんで、うん、でもかわいそうじゃないですか。だってさ、うん、学校一生懸命ずっと勉強してさ、はい、大学に行ってずっと真面目に勉強して、うん、企業に面接をして文句言われてやっと受かったと思ったら、はい、だってすごいいっぱい長い間働けたりするんですよね。いやそうです、はい、で20いくらもらって、はい、で借金もして学校行ってんのに返しにくいし、はい、そういう選択しかないって思ってる人がいるんですよ、うんうん、だからそういう、それが当たり前なんで、それはぶっ壊したいんですよ。こういう選択肢があるんだよっていうのをみんなに伝えるべきだと思ってて、まあ、すごい話が飛ぶんですけど、本当にバッドケース、悪い例がヘズマだと思うんですよ。まあ、でもあれ悔しいことにあんな、まあ、ゴミって言うと一部的にあれなんですけどクズみたいなやつでも一応有名だから、うん、ヘズマっていう話を出したら伝わるわけじゃないですか、うん、伝わります。だから共通認識としてヘズマっていうワードが、もう知名度があるから100万とか値段つける会社があるわけですよ、まあ、それはぶっていうのに正直僕は合理性は実はあるかなと思ってて、うん、やっぱり悪名無名には勝ると、はい、でもそういう風になりたいって人はやっぱ学生いっぱいいると思うんですけど、はい、じゃあ目指すために迷惑をする、それが違うから。確かにそういう場をちゃんと厚生命題に作りましょうよ、はい、そうですね、うん、ちなみに奨学金っていくらぐらいなんですか。多分800万から1000万ぐらいですね、4年間通うんで。どんぐらいで返すんですか。10年15年もっとかけて返してる人もいます。嘘っすよね。いや本当です、絶対嘘だ。30歳以上まで結構長く返してるんですよ。絶対嘘、そんなわけないじゃないですか。いや本当に月々2万とか小さい額で地道に地道に返していかなきゃいけないんですよ。あれローンなんで。じゃあ学校行った意味ないじゃないですか。いや本当にでもそうです。じゃあ行かない方がいいじゃん。いや行かない方がいいんですけど、今はもう世間体的にやっぱ大学行ってないと社会人になれないっていう。それはダメよ、まずいですねこの世の中、はい、いや本当にそうです。本当にちょっと繰り返しになっちゃうんですけど、そうやって一生懸命頑張ってる人より迷惑かけたやつの方が年収多いんですよ。そうです、ふざけてますよね。悔しい限りです。それは変えていかないと、はい、本当に、はい、まあ、ということで、はい、もう今回、まあ、これだけのことをやるんで、そうですね、この企画で受けるオファーはもう最低1000万。最低1000万。1000万。1000万だって夢がないじゃないですか。まあそうです、ね、そうしないと新卒1000万は夢ありすぎます、うん、もうそれぐらい夢ないと、うん、みんなこう気持ち変わんないですよ、うん、世間にインパクト与えないと世の中変わんないです。1000万。でもそれだけちゃんと魅力のある人に渡るようにするべきだと思うんで、うん、はい、もう誰にでも彼でもじゃなくて、やっぱ熱量があって人生変えたい、はい、そしてなんか光るものがある人、うん、もう影響できるとかじゃないんで間違いないです、うん、能力あっても22万はおかしな話ですから、うん、そしたらやっぱ話題にもなると思うし、はい、こういう形があるんだっていうふうに社会にこう問題
済提起できると思うんですよ。そういう企業を集めてください。わかりました。1000万でオファーできるような企業を見つけて、そして新しい就活の形作りましょう、はい、そうですね。固定概念を壊しにいかないとダメです、ね、そうです。新卒イコール20万の概念壊して、うん、夢あります、ね、夢あります、はい、でも実際その年収1000万円の内定を出しますだと、はい、ちょっと分かりにくいし、もう一押し欲しいじゃないですか。もう一押し、もう一押しなんか欲しいですよね。例えば、はい、新卒の人が就職して、はい、スーツとか必要だと思うんですよ。社会人になる準備みたいな。めちゃめちゃかかります。そういうのっていくらぐらいするんですか、はい、いやでも大体5万から10万ぐらいあれば全部揃っちゃいます。いやそれちょっとあれですね、はい、でも僕が100万円出して社会人になる準備金として100万円出して、はい、スーツとか全部買います、はい、そこまでやってくれる。100万円もだっていいスーツ買えるじゃないですか。100万あったらもう、ね、うん、買えますね。確かにそれやります。100万、はい、いやそれはもうだいぶ夢があると思います、うん、ということでこの企画は年収1000万円の内定がもらえます。確約されます、はい、そして、まあ、僕が就職準備金としてスーツだったりとか靴とか身だしみなみとか、まあ、いろんなこう社会人になるための準備金として100万円分プレゼントしますという企画です。最高です。これって正直、まあ、松井さんだったり僕がお金出してできる企画だと思うんですけど、うん、これを世間に広めるっていう意味で、はい、スポンサー、そうです、スポンサーっていうのも企業の社長を集めたいんですよ。で、はいはいはい、実際にその経営者の目線でどういう学生だったら採用したいかとか、リアルな就活サバイバルですよね、はい、本当就活サバイバルをしてそれを届けたい、うん、でも僕ね、まあ、これ言うとなんか怒られそうだけども正直言っちゃうと、世の中に出てるその起業家みたいな人って偽物が多いんですよ、とにかく。あーなるほど。なんか別に会社って誰も作れるから、はい、で社長ですみたいな感じで出て、うん、いわゆるパチモンが多いんで、パチモン嫌いなんで、はいはい、スポンサーって言い方するとちょっとお金集めてみたいになっちゃうんだけど、うん、番組に参加してくれるスポンサーですね、うんっていう条件にしてください、はい、でその条件は誰でも良くないです、まあ、最後自分たちで出せるんで、はい、せめて100億。え、年商100億ぐらいないと会社って言わないしうちまだ数十億とかしかないんですよ。じゃあそれはまだ会社じゃない。まだ会社じゃないってことですね、はい、いや少なくとも僕の、まあ、過去の栄光かもしれないけど、はい、ね、130億とかやったんです、それを超えてくれないとなんかすごいなと思わないんですよ。まあ、学生も魅力的ですよね、そういうスポンサーが。そうでも、まあ、多分時代背景とかもあったし、うん、業種によってもあるんで年商が全てじゃないんで、じゃあ、はい、10億以上にしましょう。10億なら10億だったらさすがにさ、はい、ちゃんとした会社って言えると思うんですよ。そうですね。学生からしてもよくわからない売上1000万とか2000万の会社もどきみたいな、うん、人からオファーもらうより、はい、まあ、せめて10億以上ないと親にも言えないじゃないですか、うん、そうですね。10億って大きいかな。10億は結構、はい、でも確かに美咲さんの感覚から言ったらまだまだちっちゃいですけど、いやいやいや、まあ、僕の感覚はもうどうでもいいんですけど、はい、なんかまあせめてやっぱやるからには本物の経営者に集まってほしいですよね。それはそうですね、はい、間違いないです、うん、喜ばないです。喜ばない、まあ、いいかもしれない。このチャンネルも伸ばし、うん、YouTube も伸ばしていきたいんで、うん、正直僕演者に困ってるんですよ。 YouTuber の人と一緒に出させてもらってもすごい楽しいんだけど、経営の話ではやっぱみんな本業じゃないからできないけど、うん、はい、演者になりつつビジネストークができる経営者って本物ね、うん、本物です、ね、本物の条件、はい、本物がいたら幅も広がるかもしれないから、うん、こういうでいい出会いできるかもしれないですね。そうですね、うん、間違いない。じゃあそうしましょう、はい、ということで、この企画、うん、3月に、実施したいなと思ってます。で、概要欄の方に応募フォーム貼っておきますんで、夢をつかみたい学生さんぜひ応募してください。ちょっと繰り返しになるんですけど、年収1000万円の内定が決まる、そして、うん、まあ、僕が社会人準備金として100万円分いろんなものを買ったりしてプレゼントします。で、あともう一個、これからの時代本当大事なんですけど、こういうふうに動画に出て一生懸命がむしゃらにアピールすることで知名度つくと思うんですよ、うん、で、この知名度はマジで金じゃ買えないです、うん、そしてすげえ価値があります。そういうとこも意識して誰でもね、学生さんだったら、応募いただけるようにしますんで、うん、概要欄の方詳しいことは見てください。で、あとはパチモンじゃなくて本物のせめて年商10億円以上の出場できる経営者兼スポンサー集めてますんで、うん、お金はあんまいらないんで、盛り上げてくださいっていう気持ちで、そういうスポンサーさんを募集してます。応募待ってます。でもちょっと楽しみができましたね。そうですね、はい、多分放送されるのが3月に今実施して4月とか5月とかになると思うんですけど、すべ、うん、てさらけ出して皆さんにお届けしますんで、楽しみにしててください、うん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。本当に1000万円の内定出る人たちいっぱい増えそうですね。いや、まあ、増えそうですね。活躍次第でね、はい、せめて最低1人は絶対ですからね。はい、はい、そうですね。それはもう今もいないですかね、多分1000万で雇用されてる新卒1年目なんて。いや、そんなことなくないですか。いや、多分本当に数少ないと思います。なんかどっかの会社がジョブ型雇用みたいなので、うん、年収1000万出しますよで集めたんですけど、結局誰も採用されなかったりとかしてるんで、本当にいないですよ、はい、じゃあそれをちょっと凝り固まった新卒市場に風穴を開けましょう。開けましょう、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。